うわー、結構重要だと思う証言があるので、七子さんは犯人じゃないと思います。っていうのも、七子さんじゃないね。七子さんがインポスターかもしれないが、高田さんをやったのは七子さんじゃないよね。さあ、今回クルーでございます。ただいま連続インポスター釣りキャンペーンを行っておりまして、19インポスター連続釣り、やばいでしょ。ナイスボタン。ナイスナイス。本当に思ってます？俺最高。慎太郎、待って、慎太郎キッチン分けじゃない？え、そんなわけないから。キッチン分けだった気がする。そんなわけないから。いや、僕一緒に6人ぐらい湧いてたけど、多分あれじゃないですか、もう何試合もしすぎて前の記憶が、僕もさっきもあったけど、もうなんかわけごちゃごちゃになってて、いつの試合かなってなってて、0時超えてっからわかんねえわ、もうよし、漫画にしよう、漫画に漫画にしよう、漫画に頑張ります。これ主演者に持ち込みしよう主演者アマングアースの連載きつそう、意味わかんないな。人狼系の推理物か。サンデーなんだよな、推理物はな、やっぱな。アドミンなんて見てたら死ぬかね。おお、せっかく、せっかくアドミン見たのに。お、漫画なんねえよ。じゃあ情報ください。ない？情報ないんかい。じゃあ見てないんです。いや、原さんがなんか弁当の方向に走ってきましたね、コックピットで。弁当の方向ではないです。ダウンロードです。原さん、いいんですよ言って、弁当芸やろうとしたんでしょ。おもろいの。おもろいでやろうとしたんでしょ。高田村のあのおもろいやつ。よいしょ、ダウンロードから、あ、今だ、やべえやべえやべえ、もうなんか藤宮慎太郎と一緒に言われたか、やべえやべえ、もう試合数重ねすぎて、一体自分が今誰とは、慎太郎、やっぱそうだよな、慎太郎地味だよな、オラフ君、藤宮、いや、これ上に行ったら死ぬかもしれない、これ達人の見合いかもしれない、白、いや白いわ、おー強い、白い白い、大丈夫ですか、狙いすぎじゃないこれ、ラストゲームですよこれ、あれこれは慎重になってるね、これ慎重になってるっていうかね、ボタンが結構神がかってる、さっきからボタンが強い、ギリギリですね、結構ギリギリだと思います。これ何も起きずにタスクで書きたきっと、いや、10人製造したりしてもいいけどね、別にこれ相方に言うんですけど、定年が少し早いです、これガチですね、ガチなやつ、もう少し遅めです、防衛上です、ガチ、あー、ネギトロ食いて、すごい今ネギトロ食いたいな、アルマ高田慎太郎めっちゃいる、メイヤも、向かいますか、ダメな、楽しめる、オラフ、だから死んでんじゃないこの辺、あ、慎太郎、うわあ、あー、アーカイブ上、見つかりにくいところ、4秒以上前、うん、やっと私とアルマさんでほぼ同タイミングで心電図を見ており、4秒以上一応アーカイブに七子さんがいました、七子さん、アドミン持ってるんですけど、
シャワーに電気に診察にアーカイブさんラウンジ1とかもうめっちゃあるめっちゃもう一回あれもう一回ください。さあ先に俺プテさんと話しといた方がいいと思うけど、プテさんが死体アーカイブで見つけたってこと？いやアーカイブの上のあの見つかりにくいところ。なるほど。俺左からやってきてるのは見てない。俺そのミーティングのリアクターの左でパタパタでやってきて、でアーカイブの中入ったって感じなんだけれど。あ、僕がアドミンで見てますよ。あーよかった、入ったのって感じです。4秒以上前に切れされてる。で一応電気室に、まあ、K さんと藤宮がいたんで、ここは絶対無理です。バイタルにいたのがアルマゲンです。はい、その二人は無理。いやーでも源さん多分上から来ましたね。はい、一回、私それこそ私メイヤさんがあの、うん、ダウンロードやってる時に右に抜けてます。オッケー。結構重要だと思う証言があるので、うん、奈々子さんは犯人じゃないと思います、うん、っていうのも慎太郎、高田、アルマプテかながアーカイブにいたタイミングがあったんですよ、うん、ありましたね。アルマいた？合ってる。アルマだけちょっと自信ないわ。俺がいたと思う。俺がいたね。抜けてるけど。結構序盤にいたんですね。で、高田さんはアーカイブの本タスクをやってたんですよ。上行ったり、はいはいはい、でそこで、うん、高田さんがずっといたことになっちゃうから、直近だと高田さん多分。で僕あのコミサブになったから僕行ったんですよ、うん。その時に置いてたのが高田さんと慎太郎と、まあ、その辺のあたり。で僕はもコミサボを直したのオラフ君か、直したのでオラフ君を確認し、僕戻ってるんですね。で死体発見だから30秒ぐらい前じゃない多分。めっちゃ前だ。新様って貨物のダウンロードからあの配線かちょっとわかんないですけど、やった後ってどこ行きました？貨物の配線やった後またアーカイブ戻って最終シャワーですね。でその時にアーカイブのダウンロードやってる迷惑を見てます。うん。ってぐらい。ゲームはそれをクロスする感じになってますね。を見てラウンジホールに抜け、貨物でアルマさんと合流です。あ、これ無理だ。無理だ。うん、詰めれないやこれ。うん、アーカイブ通ってる人全員容疑者です、うん。あ、でも4秒以上前か。いやー、まあ大事な情報ですね。あれは。七子さんじゃないね。七子さんがインポスターかもしれないが、高田さんをやったのは七子さんじゃないよね。はい、あ、ライブ。ありがとうございます。新様目線で僕って弾けます？無理。あ、今いろいろ考えてたんだけど、はい、難しそうではある。そうなんですよ。僕新様より先にラウンジ方向に抜けていて、で、うんうんうん、さらにその後もうずっと僕そっち側に行かずにゲンさんと貨物で合流してるんで。あ、いいですか。はい、僕多分一番最後まで多分アーカイブに僕がいたと思ってて、で僕の前に抜けた人って誰なんでしたっけ？多分アルマくん、慎太郎の順番かな。でゲンは、シャワーからアーカイブに上がってる時にそのまま、はい、ダウンロード中の皆さんを置いていってます。あ、そうだから多分、はい、抜けた順番アルマ慎太郎ゲンっていう順番、はい、でアーカイブの上なっていうんだったら僕はダウンロードタスクを始める前に、高田さんがアーカイブのタスクをしているのを確認しているので、うんうん、プテさんの言うように確かにずっとそこにアーカイブでいるわけがないので僕がダウンロード中に殺されていると思うんですよ、うんうん、で、となると僕目線、ゲンさんが怪しくなるのとで僕がアーカイブからラウンジに入ったタイミングで扉が閉まったのでうんその後どういう感じなのかはちょっと分かんないけど、その後入った人が私がもし殺してる場合ってそれこそ名屋さんのダウンロード中でも私がそれこそ左上に行ってたりとかするはずだと思うんですけど、私普通に最短ルートで行ってますよ。それこそカメラ見ていただいてると思うんですが、あとキルクールが微妙だな。まあ溜まってんのかな。結構長かったっすね、あのターン。いや、まあ、うん、めちゃくちゃ長かった。僕、高田さんがそんなに長くアーカイブのタスクをしないっていうのは間違いなくその通りなので、うん、僕がダウンロードタスクを始めるタイミングでは、高田さんはアーカイブのタスクをしてます。プテヤさんにお聞きしますけど、はい、お肉発見プテヤさんでしたよね、はい。お肉の位置ってどこでしたっけ？もうあの一番見えにくいあの上です、上。上でしょ？だったらやっぱ宮さん私弾いてほしいです。上行ってたら宮さん見えますって。だとしたら計算してて誰になります？メイヤじゃない。変身メイヤ、ビレゾンは。メイヤさんが一番人になっちゃいます。私目線だとメイヤさんはあんまりやってほしくない位置というか、なんか、
裏っぽい行動だな、クルーっぽい行動だなとは思ってるんですけど、原神太郎メイヤーアルマーまでが容疑者だと思ってて、プテアシさんがまあめちゃめちゃ薄い可能性、全然違う場所でぶっ殺してそれを言ってるくらいしかない。いやでもメイヤーさんが見てる、アドミンあるのか、アドミンあるのか、アドミンで、はい、全部右でした僕以外。スキップ入れました。うん、難しいな、まあ、アーカイブからコミュサボ直してまた戻ってぐらいの時間がありました。うん、うん、まあ白目でしょう。僕に容疑向けないでほしいけどね。怖え、ここの位置は怖い。でゃあゲンさんか、あ、ゲンさんね。おわ、いいボタンしかも。あ、いえ、死ぬのかこれ、めっちゃすごい。ステアさん見てますよ僕、キッチン脇で、セキュリティの方に行きました。今はしご上がってきた人って誰ですか？僕。まあ多分この人は無理だと思う。タスク終わった。僕もタスク終わりました。セキュリティの方に行っていた、はい、あ、はい、僕が武器庫の方に行って、プテアさんはセキュリティの方行って、あの慎太郎さんが展望デッキのところで停電直してたんですけど、どちらから来られました？はい、僕はエンジンの方から。そのエンジンで慎太郎さん見てます。そう、すれ違って、うん、左に行く慎太郎さん見てます。じゃあ僕が武器庫閉まってる間に抜けたって感じのか。あ、というかオラフ君がね、武器庫からキッチンに入ってるの俺は見えてます。あ、そうなんですね。うん、はい、うん、他の人の一番。ジミはエンジン名車はアーカイブ証拠機右って言ったときに多分 K さんですかね。僕です、一緒です。そこにアーカイブ左で合流しました。はい、ゲンは、エレキで、残りのレバータスクを済ました後に診察室に入ったぐらいのタイミングでドアが閉まりました。で、神殿ずっと見てましたが、かなり超直近のキルでした。ナルコさんは、ナルコさんは、あそこの宿舎のところでミヤちゃんと湧いて、ミヤちゃんが下行ったのかな。で、ナルコさんはあの左の金庫室のところでサスクをやって、でそのまま、宿舎前エンジン、コメサバ前のところ通って、コックピット見に行った時で、アドミン情報があるんだけどあんまり役に立たんかなって感じ、最後の方に。超直近ってめっちゃ大事。だとしたら展望デッキについてたかな。合ってます。それだから僕と慎太郎さんが OK、 そこ3人以上だで弾ける。右とかどうすか、診察とか。いやーごめん、そな展望の2死んでそうと思った記憶しかない俺。これは原産処刑はダメですかね。ありありあり、原産がかなり濃い状況では、まあ、クルーの可能性ありますけど、二郎カワヤがあるから一応伏宮系とか。あ、そう、伏宮系はねずっとある。でも初日伏宮も系も入ってないですよね。あ、電気室に多分アドミン長ついてたんで。あ、人多分そんなけ、あ、シャワー貨物にいて、さっきのターンの罪でゲンさんを釣るっていう話でね、今ね。アルマ君と慎太郎君ってどのタイミングで抜けたのか教えてほしい。あ、すみません、私さっきのターンだったら厳しいっていうのは説明した通りですけど、あれじゃダメですかね。あ、今回は上の方で殺してた場合、てか、メイヤさんが死にしてないとおかしいんですよ、そもそも。あ、その前に今回がほぼゲンさんが濃厚っていうので入れてます。釣らない、まあ。オラスさんの情報一発ですよね、でもそれって。高田さん、これゲンさんですか？どうなんですか？ゲンさんにやられましたか、これ。俺？うん。俺、メイヤにやられたよ。あ、メイヤ？あ、メイヤか。じゃあ、メイヤゲンだ。あ、ゲンさんやられた。ゲンさんにやられた。あ、じゃあ、メイヤゲン。なるほどな。初日から。いや、違う、これ、いや、これゲンだな。高田さんもゲンさんにやられてるでしょ。え、俺、だから、メイヤだって、メイヤ。普通にメイヤがなんか、ダウンロードのらへんから、なんかこっち来て、ズシャってやって、またダウンロード。本当に？うん、なんか素直な高田さんは知らないから僕は。なんだそれ。はい、アルマ君今見た？え、あ、ごめんなさい。え、弁当とかですか？あ、弁当。それ気づかなかったです。ごめんなさい。あ、僕どこの弁当ですか？貨物からシャワーに弁当飛んでる人いました。ああ、貨物からシャワー。はいはいはい。貨物にずっと位置ついてたんで、多分インポスターがキルクール貯めてるんかなと思って見てたら、最後の最後でボタンになるちょっと前に貨物からシャワーに移動出たんで、多分これ飛んでます。ね、ミーティング2が最終、誰と誰？藤宮さんと。メイヤさん。で、金庫1。僕。で、証拠金2。ゲンさんと慎太郎かな？はい。証拠金にはゲンと慎太郎。じゃあ、奈良子さんか。奈々子さん金庫のところで、停電直しに行って、で直す前に直って、今ラウンジの方に抜けてるんやけれども、
まあ奈良子さん落とした後現場で釣っていただければいいと思ってます、この展開だと。ホラフ君とアルマさんの2人の情報で一致してる、それは。ごめんなさい、僕はちょっと貨物っていうよりなんか最終位置しかちょっとあんま覚えてなくて、シャワーついてたのは間違いない。ついてたの間違いない。その前貨物ついてたのも間違いない。ちょっとあの、じゃあこちら辺を見てました。ごめんなさい。僕はあ、じゃあ僕と、はい、奈々子さんと僕のローラーでいいですよ。僕があの弁当を見たって言ってるんで。ローラーはしない。ああ、じゃあ僕は奈々子さん。ラウンジとかアーカイブは一回もついてないから。現状オラフさんが弁当の偽装するメリットをあまり私目線では感じないので。奈々子さんってさ、メイヤさんかなって思ってますけど、ね。最初のキルと2つ目のキルは奈々子さん両方白弾きされてますから。アルマくんとさ、慎太郎くんに聞きたいんだけど、アルマくんと慎太郎くんがアーカイブから、あの最初のターンの話ね、高田さんが死んだターンの話なんだけど、はいはい、アーカイブから抜けるときって僕がダウンロードのとこにいました。いないいないいない。いないよね、うん。だったら僕はダウンロードに行くタイミングで、生存してる高田さんを見てるから、僕のダウンロードを見てるゲンさんが、消去的にやっぱり怪しくなるんだよね、僕目線は。何回も言いますけど、私、メイヤさんがダウンロード中に切った場合は、メイヤさんの画面に私映ってると思うんですけど、どうすか？わかんない。だって上でしょ？いや、上映ってないんだよ。普通映るじゃないですか。映ってないんだよ、俺の画面には。まあ、入れた感じですか、見えなくてもおかしくはないかな。キル用のところに関わってないから、メイヤさんでいいんじゃないかなとか。初手キルはね、マジで、ごめんなさい、わかんない。新メイヤ源全員あると思っちゃってます。申し訳ないですけど。ただその2キル目の話で原産が怪しくなってるっていうのは、うん、2キル目終わってます。するな納得します。終わってます。ナナコ。なんやこの村。なんやこの村。キルしようと思ったらすぐボタン入るし。みんなアドミン見るし。やってらんねえよもう。勝てん。勝てん。こんなもん勝てん勝てん。カメラ見るし、あのバイタル見るし、みんなで、コミサボ鳴らしたらみんなであの耳に行くし、もう、なんか手はこんなごめん、ゲンさん、ゲンさん、ごめんやで。この勝てない流れを作ったのはあんただ。いやー、つれちょっとやっぱこの流れあるとみんなふざけないからさ、普通につらいよな。つらい、勝てない、絶対勝てない。あら、ふざけてくれないと勝てないよな。コックピットで、アルマくんの死体がありました。で、ちょっと直近ではないですけど、エンジンルーム、カメラ見てて石油で、エンジンルームでゲンさんとアルマくんが左に行くのを見てるんですけど、合ってます。はい、ちょっと僕目線結構ゲンさんが怪しく見えてます。まあさっきからゲン落とすのはダリとヒットだったと思うので、うん。慎太郎さんとメイヤさんってこのターンどこいました？ミーティング、慎太郎くんがミーティング行って、僕はリアクターがあなたから降りてリフトで右行って、昇降機右です。うん、じゃあ、ケンさんに、ね、僕もキッチンから武器庫エンジンって行くときに、武器庫上でケンさんと合流して、コックピットから出てくるケンさんもそこで合流してます。はい、あ、同じくです。これ、オラフくんのセレフですね、これ。良いな、それは。だったらオラフさんに入れたらよかったな。いや、良いな。多分さっきのも弁当偽装だと思うんで、オラフくんの。確かに。日元さん。全部私です。全部弁当？弁当。弁当以外。勝てねえよ、こんなのインポスター。実際いる元さん。とキルクル飽きてないかと思ってたな。シン様の方が怪しいんじゃってさ、時系列的に。誰もキルしないでベッド死んでた。悲しい。奈良子さんが悲しいな。奈良子さん、それ、囚われてる。奈良子さん、囚われてるよ。まあ、慎太郎さんもおっしゃってましたけど、そんなちょっと早いんで、いつもキルクル上がるもん。あそこが早いのね。はしごの音聞こえていいかなと思ってバーンって行ってもお土産の時も停電だったんで、あ、絶対なすぐ直されるって分かるから。オラフくんナイスでしたね。僕ちょっと気づかなかったんです。貨物とかシャワーについてたのは気づいてたけど、昇降機ばっか見てたから。いや、ナイスでした。いや、もう良かったっすよ。貨物がお前ですだけだったんで、結局今日インポスターしか釣ってねえじゃねえか。20 21連21どんぐらい釣ったんだろう。
一回も来るっつってないってことっすか。3時間半一回も来るっつってない。もう超えれねえよ。やばすぎやろ。いやなんかしょっぱいでもさ、本当になんか終盤みんなガチすぎて。ガチガチやろ。あのいつもあったらね、弁当の上立ってみたりとかさ、ちょっとスルーなのにさ、みんなもうすぐアドミン見るし、ね。そんなもん今日一回もやってないよ。今日ゴリゴリアドミン。アドミンマジでみんな見せたからな。しかもいつもの 1.5 倍ぐらいタスク早いんすよね。早いね。タスクも早い。いや、タスクマジ早かったっすね。ふざけるノリがなかったからな。最速でやっててもなんかみんな同じ単に終わったとか言ってたから。ふざけないからさ、タスクも早いって。これがガチ勢か。やっぱこの流れは悪いわ、この流れは。